信は今から8ヶ月か、彼も際どいなみたいな、そんなことも思ってたし、もしかしたら私の方が苦しいと思ったから、苦しい思いをしたから、したくなかったから、ね、練習見たくないと思ったし、一人距離を取ってお伝えいただきますと、2022年度加入内定記者会見に彼の姿はあった。会見では今だから言える本音を漏らした。まあ、今年、まあ、皆さんのご存知かどうかわからないんですけど、まあ、自分は大きい怪我をして、まあ、正直内心、まあ、プロ入りを諦めていた部分は少なからず、ありました。内心プロ入りを諦めていた。そんな彼が何を感じ、何を思っていたのか。一度は諦めかけたプロをいかにして掴んだのか。そんな彼に迫るドキュメンタリー、夢を捨てなかった男の内定までの奇跡。柴田が生まれたのは福島県須賀川市。友人の誘いがきっかけで小学5年生から福島の町クラブピアンコーネ福島で本格的にサッカーを始める。中学では同チームのジュニアユースでプレーし、同時にキャプテンも務めた。柴田は当時の中学をこう振り返る。でもやっぱ指導者と、素晴らしい指導者と、素晴らしい仲間。中学3年間の活躍を経て、湘南ユースの門を叩くこととなる。ユースって結構レベル高いと思うんですよ、最初。登録の最初入った時ってのはどういう感じでした？いや、びっくりしたね、レベル高すぎて。そうなんですか。うん、やっぱ、福島のマッチクラブと J 株とじゃ全然やっぱ差があったし、そこはびっくりしたけど、まあやれる部分も少なからずあったし、まあ自信失いつつも這い上がろうみたいなとこあったな。そう言いながらも40人ほどいるユースで1年から試合に絡み続けた。当時のことをこう振り返る。その時はなんか、俺このままいけばプロになれるなみたいな、そういう感情はあったの？そうだね、あったね。1年生の夏に一回練習呼ばれたんだよ、プロトップ。そう、いきなりで、まあそこそこできた感触はあって、まあこのままいけやったら本当にいけんじゃねえみたいな感触はあった。高2からもコンスタントに試合に出続け、高校3年時にはキャプテンを務めた。そしてトップ昇格の結果を聞く。まあその自分の手応えと周りの手応えも、まあ、結構一致してた部分があったから、まあ、マジいけんじゃねえかなみたいな感じで思ってたけど、まあ、実際いけないみたいなジャッジをされて、でまあ、あれでいけないんだみたいな、どうしたらいいのかなみたいな感じだったかな。トップ昇格が叶わなかった柴田は早稲田大学足利中級部でプロサッカー選手を目指すことになる。いや、なんか来たくなかったから、大学とか正直ね。なんか大学のイメージもやっぱ4年間過ごしてだいぶ変わったけど、なんかなんだろう、プロになれなかった人が行く場みたいなイメージがやっぱ強かったんだよね、すごい。だから復帰して早く試合出てプロ決めて大学途中で辞めてやるぐらいのあれだった。2年は開幕から出たね。開幕からほぼ出たっすか？ほぼ出たね。22試合中19とか出たんじゃない？スタメンです。うん、試合に3年は、怪我をしたんだよね、1回肉離れ軽く1ヶ月ぐらいちょっと休んで。いつ頃でしたっけ？
前期の4試合、5試合ぐらい終わった後ダメージとか多分そうやって、だから4試合終わった後の練習試合で怪我したんでしょ。で、その後はまた復帰して出始める復帰して、いや、なんかあんま出れなかった気がする。去年とかサッカーが合わなかったりとか、プレーが良くなかったりとか、コンディションがね、全然上がんなかったんだよね、去年とか。怪我したのもそうだし、全然上がってこなくて、それでまあ出れなかったっていうのもあるし、まあ、あと教職取ってたから、その下馬とか大事な日に結構遅れてきちゃう日が多くて、なかなかそのなんだろう、コンディション保つとか上げるとか、そうアピールしたりっていうのが難しい感じはあった。いや、なんだろう、もう数字だけで見ると22試合中どんくらいだったんですか。どんくらいだろうね、去年後期は割と出たの、10試合もうちょい出たか、12、3ぐらいじゃないかな。湘南のスカウトは試合を見に来てくれていた。そこで内定の話は上がっていたのかと聞いてみた。どんぐらい取ってくれるよみたいな、そんな話はあったんですか。いや、全然、うん、とりあえず頑張ってねぐらいの、また頑張ってみたいな、また呼ぶからみたいな。そして大学3年時の終わり、転送カップ関東 A 選抜に選出。チームとしては結果が出なかったものの、個人としてはいい手応えだったという。伝送カップの後に湘南の練習に呼ばれる予定だった彼に、もしそこに参加していたらと聞いてみた。うん、まあ、エリートリーグに呼ばれる予定だったのかな、確か。 それで、まあ、行ってたら決まってたんじゃねって勝手に思ってんだけどしかし怪我で実際に呼ばれることはなかった。4月16日の拓殖戦、関東に何試合目でした。関東は3試合目かな。後半62分ぐらいやったかな。じゃあ後半のまあ中盤、中旬ぐらい、中盤で怪我をした、うん、どういうプレーで怪我されたんですか。相手にアプローチして止まろうとした瞬間、本当になんか何も予兆もなく、うん、相手に当たったとかでもなく、急になんかポイントが芝生に突っかかっちゃって、うまく逃がせなかった。それでそのまま膝変な方向に行っちゃって、そのまま倒れ込むみたいな。うん、そのまま倒れ込んだねうん、なんか怪我した瞬間はなんかもう落として膝の中でなんか変な音して、でめっちゃ痛くて膝もなんか動かなくなっちゃったの。その動かせなくなった、その場では。でまあ担架で運ばれてみたいな感じで、まあ音鳴ったし動かなくなったし、まあなんかやっちゃってるなみたいな感じはしたから、まあなんかいろんな思いがあったかな。そのまあ、もし前十字とかやってたら、まあ、今年終わりだしみたいな、でもみんな戦ってる、今試合中だしみたいな、声出さなきゃいけないしみたいな、まあ、いろいろなんかすごい頭の中ごちゃごちゃだった、その時土曜試合で、病院は月曜に行った。月曜に行って、そこで MRI とか取って、MRI 取って、まあ、前十字ですみたいな。まあ、ドクターの人もユースの時はお世話になってた人で、で、まあ、せいやさんも一緒にその場に来てたから、なんか前十字ですみたいな言われた時はなんかそんな暗い表情できなかったんだよ。なんか周りに知り合いっていうか仲いい人いたし、だからなんかうわマジっすかやっちゃいましたねみたいな感じで、まあ、ちょっと明るく振る舞ってたけど、内心は今から8ヶ月か、一回でも際どいなみたいな、いやちょっとどうしよっかなみたいな、今年もう進路も何も決まってなかったし、どうしよっかなみたいな感じだった。怖さとかってありましたね、もうやっちゃってないみたいな、これやばいな
まあでもなんか話は聞いてたから、まあなんだろう、リハビリ頑張るしかねえなっていうのは怪我した当初は思ってたけど、実際やっぱリハビリ進んでいくとやっぱ元の膝とは全く違くて、そこは結構難しかったし怖かったね。なかなか復帰するっていうのは。グラウンドの外から結構見る機会が多かったんですね、練習中に。まあ少し声出したりとか、うん、そういう時って何を感じるんですか？もっとサッカーやりてえなみたいな、サッカーやっぱ好きだなみたいないう感情もあれば、うん、ふと我に返って、ああ俺何してんだろう。いやー、いろいろあったね。それは練習見たくない日もあったし、逆にさ、それはどうしてるんですか？嫌だったから、そのみんなが頑張ってるのを見て何もできてない自分を、なんだろう、責めるじゃないけど、そういう時期もあったし、逆にみんなが本当に戦ってる姿を見て活力をもらってた日もあるし、みんなのために頑張ろうって思った日もあったし、いろいろあったね。ぐちゃぐちゃみたいな。ぐちゃぐちゃったよ。怪我で自分の将来が真っ暗である中、彼はキャプテンとしてチームのために働きかけなければならない。多くの葛藤がある中で関東リーグは終盤を迎えていた。早稲田の第20節の相手は一つ下の順位、順天堂大学。三流を目指す早稲田にとってはどうしても負けられない試合であった。迎えた10月28日、順天堂大学戦。駒澤直哉の先制で勢いづいたように見えた早稲田だった。逆転を許し、2対3で試合を終えた。残るは2試合。負ければ降格の大事な一戦。大事な試合の前日、キャプテンである柴田はこう語った。はい、じゃあキャプテン。はい、お疲れ様です。明日の試合は本当にここにいる全員が、まあ、自分の立場とかいろいろあるけど、今持ってる自分の全てをかけて戦ってほしい。改めて俺たちは絶対に残留する。明日絶対に勝つ。正直勝っても苦しい状況っていうのには変わりないかもしれないけど、でも明日勝ったら絶対何か起こせると俺は信じてる。他力かもしれないけど絶対何か起こると俺は思う。だから明日ここにいる全員で本当に全身全霊で全てをかけて、龍慶ぶっ潰しましょう。お疲れ様です。よっしゃ。柴田の思いは届いたのか。迎えた11月5日流通経済大学戦。負ければ降格。キャプテンマークを巻いたのは3年の平松優。前半序盤に失点を許す。迎えた後半35分、失点を許すも最後まで諦めずにゴールに迫った。そして後半も終わりへと近づいていた。0対2。この試合終了のホイッスルと同時に早稲田の2部降格が確定した。チームのために主将としてピッチで戦うことを許されなかった柴田の目には何が映るのか。そして彼の背中に乗った大きな主将という責任を、重圧を、誰が想像できただろうか。
2022シーズン解散式で柴田はこんな言葉を残した。まあまずちょっとみんなに本当に謝りたいというか、まあ、こんな主将で申し訳なかったなっていう思いが、まあ、今4年間終わって感じている部分ではあります。まあ、同期のみんなから、まあ、ピッチ内での立ち振る舞いであったり、まあ、プレーの献身性であったり、まあ、そういう、まあ、ピッチ内の部分を評価されて、まあ、主将に選んでもらったんですけど、で、まあ、今年日本一リーグ制覇というものを目標に掲げるチームの、まあ、先頭に立つものとして、まあ、シーズン序盤に、まあ、そのピッチ内で、活躍することを、ができなくなってしまったことに対して、まあ、本当に自分の責任だし、まあ、チームのみんなに本当に迷惑かけたなというふうに思ってます。ピッチの中で戦うことを許されなかった柴田は、主将という重い肩書きを背負いながら約1年間チームのためにと様々な感情を押し殺しながら戦ってきた。ここからは柴田が掴んだプロについて深掘っていく。もう8ヶ月サッカーできない、もうほぼ今年引退、もう引退みたいなっていう時はどうでした？プロになりたい思いはそうですけど、実際になんかなれるかなれないかっていうところも、まあ、難しいですけど、いや、慣れないと思った部分もあったよ、やっぱり、まあ、プレーできないから、それはなんかやっぱどうすることもできないし、まあ、プレーしてなんぼの世界だからさ、って結局それがないってことは、まあ、まずそもそもの評価の土台に乗ってないって俺は思ってたから、そういう意味では本当に厳しいんじゃないかなっていう思いはあったけど、やっぱ心のどこかではまだ慣れるんじゃないかっていう思いもあった。実際、まあ、寄ってくれなかったらマジでそれこそ留年してやろうかなとか思ってたし、まあ、海外行くのも一つありだなとは思ってたけど、いろいろあったかな、選択肢は。どうしてそんなにプロになりたかったんですか？どうしてだろうねどうしてなんだろうね。まあ、サッカーにしか興味がないんだろうね、やっぱり。就職、就活するかなとか思った時もあったけど、別にやりたいことでいいしなみたいな。結局サッカーが一番やりたいことだったし、まあ、やっぱその大学入ってサッカーっていうスポーツの素晴らしさみたいなところにもやっぱ気づけたし、大学入ってよりサッカーに、サッカーを好きになった感じはしたから、まあそういう意味でもやっぱそれを外から見るのか、やっぱりピッチの中でサッカーを作り出す人間になるのか、まあもちろんそのサポーターとかも作ってくれてる一部であるけど、そもそもそのみんなを熱狂させられる存在になる、なれるんだろうな。サッカーが好きだからそういう存在でいたい。夢か。でもワールドカップ出たいね。4年後あります。もともと目指したところか、それとも今回のワールドカップ、まあ、今回の見てかっけえな、かっこいいなってもあったし、ああいう存在であるべきだと思うから、サッカー選手は高み目指す。そうそうそう、あと楽しそうですね世界を相手に戦うから何でしたっけ、登録の心から楽しみでした。大事だと思ってる。なんかそういうきっかけとかあるんですか？きっかけか。なんで楽しむのが大事なの？まあ、これじゃね、これはあると思う。実際やっぱ常にエンブレムにこの文字が入ってたから、常に何だろう、何かあってもこれを問いただしてたし、自分の中に、まあ楽しめてる人間が一番強いなっていうのは最終的にたどり着いた。常に楽しむことを忘れなかった柴田は、確かによく笑い、よく楽しんでいる様子が印象的であった。
もしかしたらこの常に楽しむを大事にしていた柴田だからこそ、絶望的な怪我であっても折れることなくプロの舞台を掴んだのかもしれない。そんな彼にプロに内定した要因について聞いてみた。聞いたけど、まあそうだね。まあその4年間やってきて、まあ、選手としての成長を積み上げられたっていうところと、まあ、怪我した後の立ち振る舞いみたいなところも発信ノートも多分そうだと思うし、まあ応援席で立ち振る舞いとかいうところも見てもらっていた。手は聞いた。サッカーだけじゃない。うん。そうだ。サッカーだけじゃない。そのことを気づかせてくれた大学サッカー。その意味を問うてみた。意味か。なんだろう。まあ、人生に深みは出せると思う。確実に。やっぱ。高卒でプロに上がってサッカーを仕事にするのと、まあ、大学に来て、まあ、サッカーを通じて何かを学ぶっていうのだと、多分その自分がいる環境が高卒プロと大学生とじゃ違いすぎるから、そういった意味では、まあ、本当にサッカー部以外の人と関わってとか、まあ、そのサッカー部そのものを自分たちで運営していくとか、なんかそういうプロじゃ、プロってもう全部準備してもらってサッカーをすることが仕事だからっていう意味では、すごい大学サッカーっていうのは本当に自分の一人の人間、選手としてだけじゃなくて一人の人間としての幅も深みも生み出せる場なんじゃない？解散式の途中、柴田はこんな言葉を残した。まあ、みんなに分かっておいてほしいのは、まあ、苦しい思いをしたから絶対に報われるわけではないっていうことは、まあ、分かってほしいかなっていうふうに思います。まあ、Bチームの選手とか特に、まあ、試合にトップチームの試合に関わることはできないかもしれないし、まあ、出たいと思ってても、いくら頑張っても届かないものってあると思うんだけど、でもその頑張ることに意味があるというか、俺はそう思うし、その頑張る過程をいかに自分が納得するものにできるかどうかだと俺は思います。自分の中で、まあ、正直プロも少し諦めてた部分はあったんですけど、なんかそういうある意味割り切って自分に後悔しないように、まあ、この1年間やってこれたから、まあ、最終的にまあ、そのプロっていう舞台が開けたと思うし、まあ、自分に最終的にいい形として、まあ、前へ降りてきてくれたのかなっていうふうな部分はあるので、まあ、なんか苦しい思いをしたから報われるっていう、最終的に報われるって思うんじゃなくて、まあ、苦しい思いをしても、まあ、自分自身が本当に後悔しない納得できる生き方をしてほしいなっていうふうに思います。納得できる生き方、お世話です。きっとその中心に楽しむことが彼にはあったのだろう。どうでしたか、俺が走ってるところは。いや、めっちゃかっこよかったっすえ、嘘つけこれは何ですか、何して走ってるんですか。柴田徹、22歳、まだまだ若い。まだスパイク履いていけない。今後の生き様に注目したい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。